ブラックバトラーとの合わせ馬ですね。じっくり構えてほぼ馬なり状態で上がってきてますけれども、非常に気持ちが入ってね、前に前にという性格です。ラップもしっかりまとめてますんで、イーブンペース型の本当に特徴が出てますね。連勝中ですけれども、どんどん調子が上がっているというところでしょう。時計はあまりそんな早い時計じゃないんですけど、レース的には完勝なんで、どっちをちょっとかかる部分もあった中、よく勝ってくるかと思います。よく言えばね、もうちょっと外枠が欲しかったんで、ストライド伸びる方なんで、まあそれでもレースもあんまりスローになる展開にならないと思いますから、順調に来てまして、前走から間もないんですけど、どこも痛みもなく順調に来てます。そうですね、まあ、この隣の販路の時計が出て、状態に関しても安定していい状態だと思います。アタック勝ちなんですけどね、素質は秘めてると思いますんで、初のオープン戦ですけど頑張ってほしいです。本当にスピードのある馬で、自然体でもラップがぐんと上がってくるんですね。ラスト一ハロンで少し気合をつけられるという形でしたけれども、最後までしっかりと走り抜けて11秒9です。全体のタイムも速いですし、本当にポテンシャルを感じさせる追い切りですね。そうですね、天乗りの川村君だったんですけど、上手に乗ってくれて、馬の持ち味を引き出してくれた上での結果なんで満足してます。正直ちょっと前走が中一周で状態が上がりきってない中の競馬だったんで不安だったんですけど、まあ、前走に比べると明らかに、状態は上だと思ってます。そうですね、追い切り時計は本当に今までで一番の時計も出てましたし、動きともども、万全だと思ってます。この馬はね、もう、手に行く馬なんで、枠順はどこでもと思ってましたけど、まあ、真ん中で、申し分ない枠だと思います。おそらく、花に行く形かなと思いますけど、そうですね、JBC に向けていい競馬をしてほしいです。単走での追い切りという形になりました。まあそんなに大きい馬ではありませんので、これで十分というところですね。上がり重点という内容ですけれども、そんなに目いっぱいに動かしたという風でもないんでね、これまでよりも上がりのタイムが早くなってきてますから、力をつけているというのが分かる調教の内容ですね。ですから38秒1にはあんまりこだわらなくていいかと思います。そうですね、ちょっと、ね、前がスローでポジション的にもちょっと難しかったのかな、仕掛けどころも難しかったのかなってところはありましたね、はい、うちはその枠にこだわる馬じゃないので全然問題はないと思います。枠でどうにこうなる馬じゃないので、前回さえ使ってるのでそんなに無理しないで体勢を立て直すだけで調整しました。で、ね、上がり重点の追い切りでいい感じだったと思う。ちょっと点遅かったかなとは思ったんですけど、まあ姉妹はしっかりはみ取って走ってたんでいい感じだと思います。距離伸ばして安定感も出てきたので、もう一パンチくれるようなレースをすればおのずと勝利に近づいてくれるとは思うので頑張ってほしいと思います。単走でじわーという感じ、ほとんど、まあ、馬なりに近い格好でしょうかね。ラスト一ハロンのところで、少し強めに気持ちを入れたという程度ですけれども、鞍上には素直に反応しますんで、一瞬のうちに12秒0と1秒ほどラップタイムを詰めてきますから、この馬の能力もなかなかのものと思いますよ。前走は今度の重賞の叩きとして使ったんですけど、前半ちょっとスローペースで、それでも折り合いついてたんで、満点だったと思います。前回使ってる分軽めの調整にしときました。追い切りは販路で馬なり、38秒9だったと思いますね。まあまあ動きは良かったです。ちょうどいいんじゃないかなと思って、内で包まれるより外からゆっくり行けるっていうことで、馬がね頭いいので折り合いつけて最後弾ければいいなと思います。合わせ馬の外ですね、これまでとの比較ではね、全体にタイムが上がってきてますし、
ラスト一波論ですね。ここをしっかりと上がれるようになってきてるという印象ですね。ムチは入ってますけれども、やはりキャリアを重ねながら馬自体が良くなっているということだと思います。そうですね、思った以上にちょっと力出しきれなかった感じだったんで、なんかちょっとっていうところですね。そうですね、後ろから行くんで枠順は大した気にはしてませんけど、はい、順調にいってるんで問題ないと思います。それなりにいい動きはしたと思うので、はい、まあ、なんとか頑張ってもらいたいと思います。インテンシーボとの合わせ馬ですね。序盤は少し行きたがる素振りを見せてますんで、抑えるのに苦労してるというところですね。まあこの辺がキャリア2戦ということなんでしょう。最後はね、少しムチが入ってかなり強めに追われましたけれども、自分のゆったりしたペースで走りたいというタイプなんでしょうね。この内容はあんまり気にしなくていいかと思います。ですね、前走はやっぱり、調子が戻りきってないというか下降気味だったところを、上ってきている状態でのレースだったんで、正直勝ち負けっていうのはどうかなっていうのは正直思ってました。2戦目で重賞勝つっていうのはね、やっぱり能力ないとできないことですから、驚きとともに力があることを確認しました。前走後の疲れもなく、本当に順調に調整ができましたんで、この子も万全だと思ってます。もともとね、追い切りは、ハノデの追い切りは時計の出ない子なんで、まあ、今回もそんな早い時計が出ないでいたんですけど、まあ、姉妹の、ね、時計だけ見ると前走より上なんで、大丈夫だと思います。まあ、前走がね、1枠1番で、勝ってくれたんで、まあ、それより外っていうことは申し分ないんじゃないかなと思います。まあ、まだ本当に2戦のキャリアですけど、かなりの素質を秘めていると思いますので、まあ、この子も JBC に向けていい結果で、向かいたいなと思います。序盤は結構速いラップを刻んでスピードに乗ってきましたけれども、ラスト一波論ですね。あまり反路でいっぱいに追われたことのない馬なんで、少し上りに戸惑ったところはあるかもしれません。それで13秒4ということですね。まあ普段の内容からいくとそんなに気にしなくていいと思います。前走は自己条件を出走させたんですが、まだ 1000m、1002とそういうレースしか走ってない馬なんですけども、成長過程もありますし、今後変わり身のある馬だとは思ってます。そうですね、オーナーとも相談しまして、今回ちょっと1008の、まあ、重賞レースにはなりますが、長いところも挑戦してみてっていうオーナーのリクエストもありましたんで、胸を借りる気持ちで出走させました。今回コバと、あと2歳の新馬勝ちしたと合わせて3頭で半路で上がったんですけども、まあ、ちょっとね、スタートちょっとバラバラになっちゃったんで、その分うまく合わせ馬ができずに、まあ、最後ちょっと置かれたんですけども、まあ、状態はいいと思います。貯めていく競馬をさせると思うんで、その辺はどんな枠でも構わないと思ってるんで、特に問題はないと思います。今後そのメンバーと一緒に走って馬が力つけてくれればと思って、あとはチャンスがあれば競馬なんで、とは思っております。単走で自然体という形ですね。ですからほとんど馬を動かすという形を取りませんでした。頭が高いんでね、まあ少し不安定な感じはありますけれども、まあ最後までしっかりと走ってきましたね。12秒3で動けばいいでしょう。見せ持ち程度ですし、全体には強め程度の調教ですんでね、時計的にも十分だと思います。合わせ馬のうちですね、まあ上がり重視という感じですけれども、リズムはよく走ってきましたね。チークピーシーズをつけてる馬ですけれども、ふわふわする感じもほとんどありませんでしたから、しっかり最後まで集中して走れてるとは思います。タイム的にもこの馬の水準のものが出てますんでね、体調は良さそうですね。まあ前走はですね、やっぱりちょっと感覚がちょっと競馬できてなくて、不成立ばっかりのレースが続いてちょっと空いてしまいまして、まあそれでも頑張ってくれてる方ですね。
ちょっと重かったですけどね。距離はやっぱり戦乱の夜1008、まあ長い方がよろしいので、この馬自体はこの人叩きで多分時走は変わってくれればと思ってます。中間の調整は順調に進んでまして、次戦、まあ、松井くんがレース騎乗しますので、本人に直接追い切りで感触をちょっと確かめたような感じで乗ってもらいましたので、追い切りの状態は全然よろしいようなことを言ってましたので、あとはレースはもう本人にお任せみたいなスタイルを取っていこうと思ってます。別に前行くまでもないですし、あとは馬任せで姉妹察してくるような競馬できればと思ってます。ここに向けて馬の調子もだんだん上がってきてますんで、まあ順調に調教進んでますので、頑張ってくれればいいなと思ってますんで。